松山市はこれまで大雨による緊急車両用道路の亀裂は去年7月に初めて見つかったと説明していました。今回市が提供した当時の写真を見ると、道路完成から数ヶ月後にもかかわらず、路面には数メートルはありそうな亀裂が走っています。市は軽微なひび割れと判断し、亀裂を樹脂で埋める修繕をしたということです。松山城の城山で発生した土砂災害から今日で1週間です。現場では土砂の撤去がまだ続いていて、住民12人が避難を余儀なくされています。土砂災害の発生から1週間となった今日も、現場では土砂や樹木の撤去作業が行われています。松山市によりますと、土砂の撤去はあと1週間以上かかる見込みです。避難先から1週間ぶりに戻ってきた住民は、電気ガス水道全部復活したみたいなんで、そんな大変やったっすよ。本当1週間ホテル暮らしやったんで、今日だけゆっくり寝たいですね。そんな心境です。一方、こちらのマンションでは昨日ガスが復旧したものの、受水槽が壊れているため断水が続いています。お水は出ません。こちらなんですけど、お水は出ません。車がね、うちの方も車が埋まっちゃってるもんだから、足がねないんですよね。ちょっとどっか行こうかなと思っても、それが不便ですね。また今日午後5時の時点で7世帯12人が避難所での生活を余儀なくされています。やはり避難生活なので、不自由な点もあるかと思いますので、そういった点でちょっと疲れが溜まっていらっしゃる方もおられる状況です。避難が長引く中、健康面のケアが課題となっています。さて、今回の災害では松山市のずさんな情報開示が次々と発覚しています。土砂崩れとの関連が調査されている山頂付近の異変について、6年前の西日本豪雨の後にも亀裂が見つかっていたことが新たに分かりました。松山城では今回の土砂災害が起きる11日前の今月1日、山頂付近の緊急車両用道路に亀裂が確認され、今月9日にかけて擁壁の一部を撤去する工事が行われていました。松山市はこれまで大雨による緊急車両用道路の亀裂は去年7月に初めて見つかったと説明していました。しかし、西日本豪雨発生したその直後に軽微なひび割れが発生しています。当時の記録の方をちょっと確認したところですね、豪雨による破損という形で感じます。6年前の西日本豪雨の後にも亀裂が見つかっていたことが新たに分かりました。確認不足でお話しさせていただきました。今回市が提供した当時の写真を見ると、道路完成から数ヶ月後にもかかわらず、路面には数メートルはありそうな亀裂が走っています。市は軽微なひび割れと判断し、亀裂を樹脂で埋める修繕をしたということです。この道路をめぐっては、野志市長が文化庁の許可が必要で対策工事が遅れていたと説明しましたが、その後文化庁から緊急性がある場合は許可は不要だと指摘されています。地元の住民は、あのうちの住民でも毎朝城山へ登山する散歩に行っとるところからね、もうずっと前から見てるんですよ。で、なんで7月1日から工事なんだ、それかずっと前から出とんだから。市の対応を疑問視する声が広がっています。一方、山頂付近を調査した愛媛大学の研究者チームが今日報告会を開き、緊急車両用道路の亀裂に沿う形で崖が崩壊していたことなどが報告されました。報告会は土砂崩れ発生の3日後の今月15日、山頂付近などを調査した愛媛大学の防災や地質の専門家が参加して行われました。報告では、土砂が防護ネットや擁壁を破壊し、
住宅に流れ込んだ様子などを撮影した写真や、天守閣から落ちた雨水が緊急車両用道路の付近を通る水路に流れ込む様子を記録した動画も示されました。そして緊急車両用道路に生じていた亀裂に沿う形で崖が崩壊していたことが報告されたほか、石垣の内部に染み込んだ水が道路の下の地盤に流れ込む流路の存在も推察されると指摘しています。一番下流部の被災された家屋があった近くの現場でございますが、いくつかのところでこれ水が湧き出しているんです。いわゆる水道というものが、いろんなところにある可能性がありますので、こういうことも含めて実はこれ、調べるのは非常に複雑でございまして、一方で研究グループは単純なモデルで説明することは困難で、原因の究明には多面的な検討が必要という認識を示しました。